に上手くなるわけじゃない。基本の反復練習をずっとやってた人が将来は上手くなるわけね。一番取りやすいところで取って、ね、さっき言ったように一番取りやすいところがボールが落ちてくると。はい、グラブ反対だ。終わっとったね。さあ、これどうなすんねや。オッケー、今のようなスイングしたかな。オッケー、こうしてるやろ、ランナーの時、ね、守ってる時、右、左、ね、前、後ろ行かない、守ってる時、ランナーの時はセカンド走らん、サードで走らん、ファーストで牽制もある、ね、この足が、膝がこうして使えるようにした、こうまっすぐなってたら使われへんから頭が出る、これじゃ怪我するわけ。この縫い目を最後にこの2本の指で引っ掛けるわけ、ね、ここで縫い目を引っ掛けるわけ、それによってボールがこうホップしていくわけ。この縫い目に対して直角に人差し指と中指をかけるという、いいか、これが正しい直球の握り方です。頭を振ったりなんかしないで入った時から投げる、最高の最初から最後までキャッチャーを見とく。練習は不可能を可能にする。そういうことでありがとうございました。ありがとうございました。はい、どうも。